さあ本日も夢訪問やっていきたいと思います。でまたまた視聴者さんの島にやってきました。ラズベリー島っていうところですね。さあそういったところでまあ、ゆっくりとね見ていきたいわけなんですが、お住民のメンツがなかなか個性的だね。でマップはこのような形になっております。で画面に夢番地も出ていると思うので、もしよければ皆さんも訪れてみてはどうでしょうか。でこちらのラズベリー島なんですが、なんとですねハワイ式の結婚式場、秘密のアトリエ、ラズベリー図書館、ピアノ演奏場、隠れ舎手や植物園で、フラメンコ通りやフラメンコ市場、ダイナーカフェ、あとは温泉商店街とか、なんかねいろいろ作られてるみたいです。でエリア分けされてるということなので、まあそういったところも含めてゆっくりと見ていければなと思いますね。でせっかくなんでこちら着替えていきましょうか。せやな。お、ちょっと待ってよ、その前になんだこれ。おい、何これ、すごいねこのマイデザインで。ラズベリー島ということで、お、ラズベリーのマイデザインですね。これは自作なんかな。よし、ってことで着替えていきましょうか。さあ、よっこいしょ。お、待って待って、めちゃくちゃ可愛くないこれ。お、いいね。お、来たー。めちゃくちゃ可愛らしい見た目になったね。さあ、まずは案内所の左の方にやってきたぜ。ここは噴水広場になってるみたいですね。美術品が置かれてるわ。こちらには熊のぬいぐるみということで、なかなか個性的な作りをされてますね。で、下はなんと獣道。さあ、左の方に行きましょうか。お、獣道が続いてますね。さあ、獣道に沿って進んでいきましょうか。いやー、ここら辺はなんか森って感じがするね。森エリアでしょうか。さあ、こちらなんですが、家になっておりまして。で、ここの家なんですが、どうやらですね、植物園になってるみたいですね。家の中が植物園ってかなり珍しいよね。植物園って言ったら、やっぱりね、外のイメージがあるんだけど、今回家の中に植物園があるということで、これはね、見ていくのがかなり楽しみですよ。さあ、家の中に入ってきました。お、ほんとだ。めちゃくちゃ個性的な作りされてるね。で、奥の部屋行くには、こうやってね、一度またがないといけないみたい。さあ、植物園ということで、めちゃくちゃ楽しみだな。なんか遠足に来てるみたいですね。お、奥の部屋にやってきた。うわ、ちょっと待って。なんか人体模型があるんだけど。で、こちらには犬小屋か。かなり珍しい作りされてるね。丸太の杭。さあ、右の部屋にやってきたぜ。お風呂。で、ジャグジーということで、こちらバスルームになってるみたいですね。植物園ということで、ところどころに観葉植物も置かれている。お、ここは畑になってるんか。スイカ畑です。さあ、地下にやってきました。さあ、地下なんですが、このような形になっておりまして、ここはおそらく推し住民の部屋なのかな？間違いなく推し住民の部屋ですよね。すごいな。これ自分で作ったのか、マイデザイン。で、周りはポスターで囲まれてるね。めちゃくちゃ個性的な部屋になっております。お、パイプオルガンもあるね。すごい面白い組み合わせじゃないこれ。推し住民への愛が溢れてますよ。さあ、2階にやってきました。で、2階なんですが、ここはね、和風かな？さあ、植物園の中を一通り見終わることができました。今度はこちらの獣道進んでいきましょうか。さあ、進んでいきたいわけですが、お、右の方には吊り橋か。さあ、吊り橋を渡っていく。お、エイブルシスターズですね。どうやらここはエイブルシスターズのエリアになってるみたいですね。さあ、戻っていきましょう。さあ、今度はここの橋を渡っていきましょうか。さあ、渡っていきますと、飛行場がございます。で、飛行場から出ると、こういった景色が広がってるということで、めちゃくちゃ可愛いね。よし、せっかくなんで写真を撮っていきましょうか。めちゃくちゃ可愛いね。そして崖の上には秋系の家具が置かれてますね。まさに今の季節にはもってこいの島じゃないでしょう。いやーだけどこう見るとさ、やっぱりキノコ系家具ってめちゃくちゃおしゃれだよね。さあ、今度は左の方に行きましょうか。小道を歩いていきましょう。小道を抜けた先はこんな感じになっております。いやー、それにしても緑が溢れてるね。自然がたっぷりよ。うわ、ちょっと待って。崖の上すごくない？クオリティ高すぎやろ。さあ、また新たなエリアにやってきたぜ。ジャンプしていきましょう。家具の配置がかなり個性的ですよね。おー、ここもいいね。素晴らしい出来栄えですよ。檻の使い方が個性的ですよね。で、ここが、おー、すごいなー、ここ何。大規模な披露宴会場になっております。すごいね。砂浜のエリアをうまく有効活用されている。いやー、椅子の置き方が絶妙ですね。じゃあ、ここの上登っていきましょうか。住民の家に沿った庭を作られてるみたいですね。お、ここは多分カフェになってるのかな？おー、なんだこれ。岩が道を塞いでますね。そして、この岩を越えた先には、
アトリエがありました。これが秘密のアトリエか。なるほどね。さあ、坂を登ってきました。で、坂を登った先には、お、またまた家がありますね。庭の作り方が超オシャレだ。いかにも森の家って感じがしますよね。アンポンタンさん、こちらはラズベリーカフェです。さあ、ラズベリーカフェということで、中身見ていきましょうか。正面の部屋はこのような形になっております。さあ、ラズベリーカフェに入ってきましたね。おー、しかもさ、皆さん壁紙見てください。ツタで覆われてるよ。いやー、いかにも自然の島って感じがしてきたね。右の部屋にやってきました。うおー、右の部屋もすごいな、これ。赤ですね。さあ、左の部屋にやってきました。こちらはトイレになってるみたいです。奥の部屋にやってきました。こちらはキッチンかな？壁紙が可愛いね。全体的に高級感が溢れてるよね。まあ、壁紙と床が高級っていうのもあるんですが。お、しっかりと手洗い場もありますよ。さあ、2階にやってきました。2階はこのような作りになってるみたいです。白を基調としたカフェかな？いやー、すごい可愛いね。メルヘンチックだわ。これは女の子には超おすすめですね。男にもおすすめだけど、特に女の子におすすめかな。いやー、白の家具って本当に可愛いよね。さあ、ラズベリーカフェを後にしましょうか。よし、右に行きましょう。どうやらこちらは図書館になってるみたいです。かなり大規模ですね。ラズベリー図書館か。おー、景色がいいね。さあ、奥進んでいきましょうか。さあ、奥進んでいきたいわけですが、こちらはキノコキャンプ場になってるらしいです。ほんとだ。キノコ系家具がそこら中に配置されてますね。で、さらに右に進んでいくと、今度は博物館がございます。お、なんか不思議な雰囲気がするね。こちらでは実験をしてるのかな？で、周りはフルーツの木で囲まれてますね。で、斜めの道と。お、お、ラズベリーの湯で癒されてね。うわー、なんか森っぽいところにやってきたね。すごいな。で、ここからはどうやら和風エリアかな？さあ、階段登っていきましょうか。おしゃれな道だね。さあ、どんどん進んでいきましょう。お、またまた家がありましたね。あ、バスタオルだ。朝顔の浴衣。っていうことで、こちらは多分ね、旅館とか温泉とかになってるんじゃないかな？さあ、家の中に入ってきました。お、やっぱり、温泉っぽい雰囲気が漂ってますね。いや、それにしても、水がめちゃくちゃリアルじゃないこれ。奥の部屋はこんな感じになっております。卓球台、洗濯機、囲碁。っていうことで、休憩スペース的な感じか。さあ、右の部屋にやってきました。お、右の部屋は客室になってるみたいです。作りがすごいね。ちょっと待って、部屋の中で飯盒炊飯やってるんだけど。さあ、左の部屋にやってきました。ここはお祭り会場かな？ソフトクリームの数がすごすぎでしょ。いやー、花火大会いいね。いやー、だけど今年の夏ももう終わってしまったのか。そう思うと切ないよね。さあ、地下にやってきました。お、地下も独特だね。ここは中華風か。温泉に中華レストランってかなり珍しいよね。で、こちらが温泉か。シャワーもあるね。で、周りが竹に囲まれている。お風呂の数もすごいね。この湯気のさ、床もいいよね。さあ、ここの家を後にしましょうか。で、右の方にも、なんかいろいろエリアが広がってるみたいですね。よし、ここを降りていきましょうか。降りていこうと思ったけど、あ、なるほどね。ここをジャンプすることができるってことか。お、すごい作りになってるな。たぬき商店ですね。そして、たぬき商店に合わせた家具が置かれている。よし、この調子でどんどん進んでいきましょうか。お、ここには屋台が出てるのか。なるほどね。かなり個性的な作りをされてますよね。お、なんか賑やかな雰囲気が漂ってるぞ。遊園地か？お、プチ遊園地でした。かなり珍しいよね。規模は小さいけど、置いてある家具のチョイスが可愛い。さあ、下に降りてきました。で、下はこんな感じになっていますね。住民の家が連なっている。さあ、斜めの橋を渡っていきましょうか。で、今度は案内所の右の方に出てきました。大きく迂回したって感じか？さあ、下に降りていきましょうか。とことことこと歩いていきましょう。お、なんかおしゃれスポットにやってきたぞ。ここはなんだ？うわー、すごいね。ここもなんか植物園で感じがするわ。延長線上って感じか？緑が溢れてますね。で、左側も森になってるわ。お、ここの森と水辺の組み合わせがめちゃくちゃ綺麗だね。崖の上はこのような形になっております。なんかキャンプに来たみたいな雰囲気だね。キャンプ場ってわけではないんですが。さあ、砂浜にやってきました。お、カフェですね。サーフボード。で、こちらにはジムがあるみたいです。かなり珍しい。
いよな。ここにジムか。砂浜にジムは斬新すぎる。いやー、めちゃくちゃ面白いな、この島。家具の配置が独特ですからね。よし、ということで、どんどん進んでいきたいわけですが。あー、ここの道って行くことができたー。あ、できない。進むことができねえ。戻ろうか。ここの崖の上には休憩スペースがあるみたいです。うわー、非常に眺めがいいですね。なんか全体的に島がカラフルですよね。カラフルな島か。さあ、右側のエリアにやってきました。さあ、右側のエリアにやってきました。海カフェへようこそ。お、ここはカフェになってるんか。いいね、海沿いのカフェということで。うわ、奥は海底になってるね。まさに海のカフェですよ。よし、せっかくだからコーヒーでも飲んでいきましょうか。いやー、やっぱりさ、ケーキとコーヒーの組み合わせが一番いいよね。うわー、こちらもすごいな。さっきまでのエリアとは全然雰囲気が違いますね。奥にやってきました。お、ここでも何か飲み物を飲むことができるってことか。休憩スペースがありますね。で、さっき崖から見えてたところがこちらになりますね。なんか不思議だね、ここ。さあ、そういったところで、本日の動画はこの辺りで終わっていきたいと思います。まだチャンネル登録お済みでない方がいらっしゃいましたら、ぜひぜひチャンネル登録して、これからも動画と生放送を見ていただければ幸いです。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。